ドリンクミックス粉末ジュース、または粉ジュースとは粉末の状態で販売され、水に溶くと清涼飲料水になる商品の俗称。日本において1960年代以前は商品名等としても使われていたが、1960年代末の法改正でジュースは果汁100%のものとされており、その後はこの後は俗称となっている。厚労省などは、 現在、粉末清涼飲料等といった子を使っている。多くは1回の飲料分に小分けして袋詰めされており、飲用時に水、または湯に溶かし飲用する。通常販売用のパッケージと、非常用食料の一つとしてのパッケージ、軍用食料パッケージとあり、通常販売用のものは、地域の店頭で購入することが可能である。粉末ジュースは、 粉末飲料の一種であり、インスタント茶の研究時に発見されたインスタントコーヒーのフリーズドライによって作成が可能となった。1950年代から1960年代には、果汁風味や発泡性の粉末ソーダが人気を博し、多くのメーカーから販売されていた。当時、砂糖に比べてはるかに安価だった人工甘味料が減量に使用されることで製造コストが抑えられ、 その恩恵で、店頭価格も安く、子供だけでなく、大人にも人気が定着していた。重曹と酸味料を兼ねた、クエン酸や、主石酸などを原料に用いることで、水に溶かした際に、炭酸ガスを発生させ、炭酸飲料を作ることも可能であった。しかし1969年、FDA による調査発表を皮切りに、前述の人工甘味料が人体にもたらす。 悪影響が社会問題化し、ほどなく日本国内でいずれも食品添加物の指定取り消し、使用禁止となった。低価格実現に大きく寄与していた人工甘味料が使用できなくなったことで、ほとんどのメーカーが粉末ジュースから撤退。渡辺製菓のように全国ネットで TV コマーシャルを流すほどの中堅メーカーまで経営が傾いた。 他の甘味料への切り替えや企業努力によるさらなる製造コストダウンを経て製造を続けていたメーカーもあったが国民所得の向上と同時進行していた冷蔵庫の家庭普及、食品価格物価の相対的な低下に伴い瓶や缶入りの飲料が一般的になると急激に廃れてゆき、現在は駄菓子屋などの店頭で見かける程度である。駄菓子屋ではバラで、 一般の小売店では大袋にまとめて売られている形が多い。カスガイ製菓はカスガイシュトロンソーダを製造していたが、現在は粉末飲料の製造を行っていない。榎本健一の CM で有名になった渡辺のジュースの元を製造していた渡辺製菓は粉末ジュースの売り上げが落ちたことから、1972年に金棒フーズに営業上とされ、 その後、粉末飲料の製造は一旦中止されたが、2010年より季節限定で、ソーダの元として、クラシエフーズが渡辺製菓時代のフレーバーを復刻した形で販売している。現在も昔ながらの粉末ジュースを製造、販売している会社として、松山製菓が健在である。1袋20円で、フレッシュソーダ、アメリカンコーラ、 パックジュースを1950年代後半、発売以来、同じパッケージデザインで駄菓子屋を中心におろしている。水に溶かした後、一緒に封入された菓子が、ジュース水面に浮かび上がる工夫を施した、フルーツアワーといった、新たに開発した商品は主にスーパーで、販売されている。1970年代後半には、味の素ゼネラルフーズより、バレンシアオレンジ天然果汁入り、 瓶入りで高級感、健康志向イメージを全面に出したフルーティが製造、発売される。1990年代には粉末をタブレット状に成形加工した CMAX、CMAX アイアンが健康補助食品として大塚製薬より発売されていた。以上で述べたような、いわゆる粉末ジュースの印象とは異なる商品となるが、他の粉末飲料には、 ゲータレードや、ポカリスエットなどのスポーツドリンク、紅茶や日本茶、昆布茶、ホットレモン、あるいはミルメイク、長屋塩ミルクセーキといった、乳製品用調味料などがある。スポーツドリンクは特に団体競技などの際、遠征地で多量に消費するシチュエーションにおいて、荷物の重量を減らせるメリットがあり、このニーズに対応して、粉末飲料での包装もリッター単位が主である。 また元来が保存性向上を目的とした冷蔵の飲料と比べホットドリンクは作り置きが効かず缶入り等でも簡便に保温しておける設備は21世紀に入っても家庭レベルには普及しておらず飲みたい分を手軽に作れるインスタントコーヒーを含めた粉末飲料には堅調な需要がある。また飲料のような水溶液は温度によって溶けやすさが変わるためこの点でも 粉末飲料に関してはコールドよりホットの方が有利である。熱湯でしか溶けないでんぷんを用いたくず湯のようにホット限定の飲料も少なくない。クールエイドのロゴアメリカ合衆国を中心とする北米地域では現在も粉末飲料は一定の人気を保っており、チェリー、オレンジ、グレープ、レモネード、フルーツパンチ、コーラ、ルートビアなど、 様々なフレーバーが発売されている。この種の飲料で最も有名なブランドは、クラフトフーズのクールエードである。また競合ブランドでは、フレーバーエードなどがある。この他、アメリカ軍により、軽量性が評価され、MRE にも組み込まれて採用されている。中華人民共和国では、果汁飲料タイプの粉末ジュースのことを、カチンという。主な成分は、糖類、濃縮果汁。 クエン酸、着色料などである。これ以外にとろみを出すためゼラチンや寒天などが添加されている。小袋ではなく大きな容器や袋に入れられて売られていることが多い。スーパーマーケットなどの店頭では必ずと言っていいほど置かれている。クルーガー製の瓶入り粉末ジュースを日本でも購入することができる。また、クルーガー GMBH&COKG の粉末ジュースは 現代のドイツのレーションにも付属している。粉末ジュースのファンタが、軍用レーションの一部として、第二次世界大戦中に提供された。ありがとうございます。